衣装の輝きとても美しいです胸がドキドキしますエミリーってばずっと眺めてるねさては相当気に入ったなお店の人に頼んで試着させてもらうそんな恐れ多いです大和トなでし子として未熟な私がこんなに高貴なものを身につけるわけにはいきませんそう エミリーにはかなり似合いそうだけどな。遠慮することないのに。あっプロデューサーちょうどいいところにねちょっとこっち来て、こっちなんで顔赤くしてるわけそんなことより、ちょっとエミリーのことで相談があるんだけどさ。 それで水晶のアクセサリーを作ってあげようと思ってさあれ絶対エミリーにぴったりだもんエミリーってば遠慮して身につけてみようともしないんだけどプレゼントとして渡せばねっ 了解この恩はキャラバンを大成功させてきっちりお返しするからね完成っと早速エミリーに渡してくれよおーいエミリーどうしたのですかめぐみさん、はあその手に持っているのはにゃフフこれあたしからのプレゼント 心を込めて作ったからつけてみてよ。うわおほらほら、ちょっとかがんで、首にかけてあげるからさ。めぐみさ。

あまりしつこくしてると女の子に嫌われるぞ。プロデューサー、私のことそこまで考えてくれてるんだ。そっか。そうだね。それじゃあちょっとだけ甘えさせてもらおうかな。実はさ、 実際に触れてみて分かったんだけどさ、水晶って上品で高貴な輝きを放ってるんだよ。凛とした佇まいってやつ宝石って色々あるんだね。ダイヤモンドみたいに強い光を放つようなのだけじゃなくってさ。今日は勉強になったよ。それで、私もいつか水晶が似合う。 上品で凛とした大人の女性になれたらいいな。なんて。ふ <laughs> ーって、変なこと言ってごめんねあ。そんなの、私じゃ無理に決まってるの。柄じゃないし。に <laughs> どうしよう。 で一つだだけのアクセだよ、絶対絶対私の宝物にするはあめぐみさんの推奨アクセサリーをうっとりと眺めていたらとても長い時間が経ってしまいました。 必ずや加宝にいやははします <laughs> おお大げさすぎでもそんなに喜んでもらえるとこっちまで嬉しくなっちゃうよおお<ー>めぐみさんの首にも水晶の輝きが <laughs> そうだよエミリーとオサロ水晶仲間がいると2倍嬉しいねめぐみさんとってもお似合いですえ 本当、フ <laughs> 照れるなぁ。